皆さんこんにちは、森崎愛理沙です。今日は、このわけわかんないですね、犬なんだか猫なんだかよくわかんない動物メイクをしたいと思います。音声がちょっと取れていなかったので別撮りで今音声を取っているんですけれども、今回はですね、口だけのメイクをしたので、これから、10月ハロウィンが待っていますけれども、そのハロウィンの時だったりとか、あとは本当に、パーティーメイクとして使っていただければと思います。用意するものは、パレット、ホワイトがあれば大丈夫です。ホワイトと、最低ブラウンとかがあればちょっと細かくメイクができるかなと思います。あとはフェイスブラシをですね、何本か用意してもらって、あとフェイスペイントがあるとつきやすいと思います。で、まずフェイスペイントのホワイトをスポンジを使って口元にまんべんなく伸ばしていきます。この時コツはですね、私はこの時 FWB っていう下地を使ってるんですけど、メイク下地を使うとフェイスペイントの伸びも良くなるので、下地もあったらやりやすいかなと思います。で、フェイスペイントの上からですね、パレットシャドウ、クリームシャドウとかがあったら結構使いやすいかなと思うんですけど、クリームのホワイトを使ってます。で、濃く白をですね入れていく感じに、フェイスブラシを使って濃く入れていってます。で、本当にフェイスペイントだけでもね、ドンキとかで売ってるフェイスペイントだけでももちろんいいんですけど、あとはクロマクリルっていうフェイスペイントもあるんですけど、クロマクリルっていうのは絵の具のお湯とかですぐ落ちるタイプになってるので、パーティーとかやっぱりハロウィンとかにはそっちの方がもしかしたら使いやすいかもしれないです。で、このコツはですね、動物の毛はケバケバしてるので、そのケバケバ感を出すために外側に塗っていくような感じ、内側にこうサッサッとやるんじゃなくって、外側にサッ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 とやっていくようなイメージでやってます。そして鼻をですね、適当な感じでこうやって描いていきます。鼻もね、茶色い鼻だったりとか、犬なんだか猫なんだかよくわかんないんですけど、その動物によってやっぱ鼻の色とかも違うので、やっぱりね、最低ブラウンはあった方がいいかな。やっぱりあとテカってる感じとかも表現したい人は、ちょっとハイライト的な、ホワイト、またブラウンとホワイト、ブラックのシャドウがあればいろいろ使えるんじゃないかなと思います。で、これ描いているのはですね、アイライナーでもいいので、アイライナーがある人はアイライナー、できればウォータープルーフで描いた方が取れにくいと思うので、まさかね、このメイクしたままご飯食べる人あんまりいないと思うんですけど、やっぱパーティーとかハロウィンとか出かけちゃうと、そういう食べたり飲んだりする場面にも出くわすと思うので、ウォータープルーフとかの方が無難に落ちないと思います。で、ワンちゃんの口、猫なんだか犬なんだかわからん口をですね、こう描いて、点点点点で描けばですね、雰囲気的に動物っぽくなると思います。で、ここからなんですけども、ブラウンを今手に取って、ちょっとぼかしながら様子を見てるんですけど、動物のケバケバ感をですね、出すために今毛を描いてます。で、もちろん白だけでもいいんですけど、白しか買ってない、持ってないよっていう人は、白をちょっと濃いめにケバケバ感をこう描いていくと、違う色がなくても最低限できると思います。そうですね、ちょっとやっぱり雑感を出した方がね、ほらこの感じですね、白しかない人はこう 白を濃く入れていく感じにケバケバケバって描いていくと、雰囲気だけ結構出るので、なんだろう、シャム猫みたいなファ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 っていうのはできます。はい、こんな感じでですね、ある程度毛のケバケバ感を描いたら、あとはブラウンとか、様子見ながらですね、またケバケバケバっと足していきます。とこの時点で多分5分くらいしかメイクしてないので、本当に出先にパレット持って行って、フェイスペイント持って行って、こうやってトイレとかでねやる分にはもう本当に5分10分でできるメイクなので、あれ、さっきまで普通に人間だったのにどうしたみたいな感じのもありかなと思います。あとね、
ちょっと応用編でですね、この眉毛をコンシーラーとかで隠して、マロっぽい感じに眉毛にしてもらうと、よりワンちゃんとか猫ちゃんな感じのになる気がします。これもね、ちょっとね、頑張ってケバケバ感を出したよっていうのを頑張ってケバ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 って言ってるんですけど、音声まさかの取れてないっていうね感じだったので、ちょっと撮った後めっちゃこの顔でショックを受けてました。はい、ということでですね、まあこの猫なんだか犬なんだか何の生物なのかよくわからない顔なんですけれども、これからのですね、まあ高校生文化祭とかいっぱいあるんじゃないでしょうか、まあ、文化祭、ハロウィン、まあ、ホームパーティーだったりですね、いろんな場に使えるメイクだと思うので、よかったら皆さんやってみてください。で、チャンネル登録もよろしくお願いします。ダイエットチャンネル、バラエティチャンネル、このチャンネルですね、3つチャンネルがあるので、よかったら皆さんよろしくお願いします。そして皆さんからの、画像とかをお待ちしております。アリちゃんのメイクやってみたよっていう方はですね、 Facebook、アメブロ、Twitter から、どん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 画像だったりとかコメント、メッセージ待ってますので、よかったら皆さん送ってください。森崎アリでした。バイバイ。